はい、こんにちは。はい、キューピー5です。5です。はい、あの最近なんかつながりがね、あの、うんうん、バリ方から話したりなかったことはキューピー5でちょっともう一回話したり、こういろいろな話題をね、うんうん、そう、先週はゲームでしたよね。はい、あのドブル君と、うんうん、犯人は踊る。あ、そうそう、そうそう、カードゲーム、ね、あれもまだやったことないよね。うんうん、やってないよね、この間、うん、やってない、教えていただけよね、こんな。そうそうそう、うんうん、あれもちょっとそのうちやりたいけど、今日やったのはね、あのこの前言った、うん、マンカラ、そう、プッチンプリン10個と、うん、あ12個かな、うん、プッチンプリン12個と、うん、この普通におはじき、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 うんうん、見えない見えない見せてるけど見えない見えない見えないおはじきをね、うん、1つに3個ずつ入れて、まあ、うん、あの初心者はね、あの、うん、もっと少なくてもいいんですけど、うんうん、でダストボックスというのがあって、必ず10個は同じ白で、こういうふうに両サイドにこう、うん、こういう、ちょっと固定的なプリンとかね、ゼリーのあれを入れて、うんうん、そこに1個ずつ入れていくね、うんうん、自分 の、 あの 5箇所、説明しづらいよね、難しいよね、うんうん、やった方が早いと、やった方が早い、うん、でやりました、はい、先週1回、今週も1回、はい、やりました。どうですか。はい、1週間じゃ学習できてません。いやいや、まあ、だから面白いでしょ。面白い、すごい単純で、そう、シンプル。1回見ると大体もうルール把握できそうやし、そのでルールはその場で、あの初心者用、中級者用、上級者用と、うん、もうどうぞでもできるので、うん、上級者用、上級者用はね、右回りでも左回りでもいいし、このマンカラの、マンカラというかこのおはじきの数を5個にしたり、すごい数にしたりすることもできるんですよ。あ、そうなると時間かかっちゃうんで、大体もう短い時間、まあ、うん、子供と遊ぶには、あの、まあ、基本1個のカップに3個ずつ、うん、で10個、うんうん、で5、5、5、5ぐらいで分けて、うんうん、でダストボックスを作っていくという形かな、うんうんうん、で必ずマンカラは、あの、うん、これに3つ入っているので、うん、あの1、2、3これをね、こう下ろして、うん、隣の方に、あ、1個、2、3と、3とね、そうで、うん、ダストボックスにちょうど入れば、あの、うん、もう一回自分のターンでもう一回できるという。もう一回できる。で、うんうん、ダストボックスに入らなかったら、うん、あの相手のターンになって、この相手が、うんうん、だから陣取りですよ、うん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 、自分の陣の中の、あの、マンカラが、マンカラじゃないや、おはじきよね、おはじきが全部相手の方に行っちゃうか、ダストボックスに入っちゃった時点で勝負が決まり、うんうんうん、これがなかなか単純で面白いというね、うんうん、自分これあの、はい、そう、今までいたあの学童さんで、うん、もう本当になんだこれはという感じで、で本当はなんかちゃんと正式なものもあるみたいなんですけど、うんうん、あのこうなんかな、こうちゃんと応用とプッチンプリンと、うん、このおはじきと、うんうん、単純でもうただ同然でできるという、うんうんうん、結構これがね、うん、俺が一番初めに負けた小学1年生にね、秒殺で負けたことがこれが悔しくてね、すごいクモンとかね、いつもこうしてる子がね、うん、やろうかって言って、知ってるって言ったら知ってるって言って、うんうん、でよし頑張るぞって言ったら、もう秒殺で負けちゃってね、うん、あ、そうするともう終わっちゃうよとか言われてね、よくあるじゃない、将棋とかね、うんうん、なんかチェスでもさ、もう終わっちゃうよって、それでいいの？いいの？みたいな、うん、嘘と思って、そう、私さっき言って3人言われたのそれぐらいなんかね、まあ、ハマる、うん、だからこれはね本当にもう、うん、面白い面白い。でツイッターでね、自分がそのこのマンカラはね面白いから広げたいと、うん、九州で広げたいと、だからパラナカでも大会とかやったりね、トーナメントやったりしてるんですけど、うんうんうん、実を言うとね、うん、紀州マンカラ協会っていうのが実在にありまして、和歌山を中心としたところで、うんうん、だからそこで繋がってるんですよね、はい、そうそう、もともとはね、これ西アフリカの、うん、伝承、うんうん、なんか元々はこうなんかな、くり抜いた木の器とか、うんうんうん、石で、ここら辺にある石でやってたらしくて、なるほど、うん、へえ、いや、いい、昔ね、福岡美術館でね、それ置いてたっていうのを聞いて、うん、そしたらなんかその時の動画とかも見せてもらったりして、なんか結構なんか、うん、そんなにマンカラをこう突き詰めてるわけじゃないんだけど、その情報は集まってくるというね、そうそう、うん、面白い、うん、だから面白いので、これも一つのおすすめ。ただちょっと、うん、あのもう一人いないとね、動画が送れないんで、そう、うん、全部口だけの説明になっちゃってるけどですね、うん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 、はい、だけどこういうマンカラというのありますので、まあ、これはいつでもあの、うん、パラナカに来てくれるとね、練習がてらにねマンカラも教えられるという、あ、素晴らしい、はい、あの勝ち方のコツとかもね、あ、いろいろあるんですよね、私も強くなる大丈夫、あの妄想おじさんぐらいには勝てるぐらいにはなると思いますので、頑張る、そうそう、面白いゲームですので、ねえ、うん、ぜひ
まずはこのこれは集めることからかな。そうまずプリン食べちゃう。そうプリンをね、だってここ入りやろ。ここ入り。ここ入ってる？うん、198円とかね。そういうのを2パック買ってきて、みんなでガーッとプリンを食べて、洗って、それからおはじきを準備して、そうそうそう。ですね。もう簡単にできるので、もうぜひいいと思います。やってみてください。はい、キューピーの3分。3分何？今クッキング言いそうになった。3分なんていうの？ゲームは。え？ゲームじゃダメ？3分ゲーミングでした。ゲーミング。カードゲームでもないしね。ね、本当本当。まあ3分でできる、ゲームでした。はい。はい、ありがとうございます。そういうことで、はい、はい、さよなら。さよなら。